いことがあるんだ。ずっと強がってた。本当の僕はもっと臆病で、思ってたよりも弱くて、でも何かをしてあげたくて必死に叫んでいた。歌声はどれだけ届いていましたか。何も見えない暗闇の中で、君の涙に気づけていたかな。頼りなくて探りをしていたけど、いかないことばかり。悔し涙を何度も流し、昨日より明日を必死に探し、そこにあった君とのつながり、僕を照らした希望の明かり、また続いていく夢物語、旅は始まったばかり。もしも離れ離れの時が来て、もしも未来が不安に染まって、はい、皆さん、アラニーです。今年、11月1日で、インストラクター歴が5周年となります。この5年間はすごく大変、いろいろなことがありました。悔しかったことだったり、悲しいことがあったり、いろんなことがあったんですが、皆さん、参加者の方、そしてインストラクターの仲間たちで素敵な、施設、そんな全部ひっくるめて、この5年間やってこれたと思っております。で、2015年、11月1日この5周年の、日を、記念して、イベントをやりたいなと思っております。イエーイ。で、5周年で記念なんですけども、今回は僕一人で、レッスンをさせていただきます。エアロだったりダンスだったり、まあ、少し詳細がまだ決まってないんですが、場所など、決まったら、また皆さんに報告をしたいなと思っております。そして大切なことなんですけども、皆さんに、日頃の感謝を込めて出会った人々に、またもう一度皆様と一緒に、時間を共有したいなと思うので、参加費料金を全部無料にさせていただきたいなと思っております。より多くの人に、感謝を伝えたい、より多くの人に、ありがとうと、直接言いたいので、2015年11月1日は、マロニーのために、開けておいてください。また詳細が決まり次第、皆さんにご報告させていただきたいなと思っております。なので、また
皆様お会いできるのを楽しみにしております。